はい、どうもめチャンネルです。本日私はですね、こちらのね、富士スピードウェイホテルさんの方にやってきております。このね、奥の方に建物がね、建ってますので、早速ね、これからチェックイン手続き、向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、こちらがですね、富士スピードウェイのね、西口ゲートとなっておりまして、そのね、左手に、こちら富士スピードウェイホテルさんの入り口がね、あります。そして左手はですね、富士モーターズミュージアムということでですね、このように出ておりますね。はい、では奥の建物の方に向かっていきたいと思います。はい、ゲストのねメインの駐車場はですね、こちらの地下の方にね、なっております。今日はねどうでしょう、比較的ね空いてるんでしょうかね。はい、こんな感じです。そしてあちらの奥に、はい、建物にね入っていただくエントランスがございます。ここからね上の方に上がっていくという感じでございます。はい、こんな感じでございます。中ね入っていただいて、いやいい雰囲気ですね。これでね上の方に上がっていただくことが可能です。はい、こちらがねメインのエントランスでございますが、こちらのね左手はねもうチェッカーフラッグみたいな感じでね、かなりいい感じです。そして入り口ですね、入っていきたいと思います。おお、すごい。結構ね、人がいらっしゃるので、あれなんですけど、ね、GP の方の撮影も入ってるみたいですね。はい。こちらがね、ミュージアムで、この上がね、レセプションという感じでございます。とりあえずね、入ってね、中がめちゃめちゃいい匂いですね。はい、こちらのね、左手が、ミュージアムとなってます。このね、下、見てください。一個ずつね、ネジでね、散りばめられててですね。まあ、入っちゃいけないエリアなんですけど、いや面白いですね。かなりねこだわりがある感じですね。いやすごい美しい。はい、ということでね、この上のレセプションの方にね上がっていきたいなと思います。いやこのぶら下がってるやつがまたねすごく、いい感じでございますね。はい、めちゃめちゃおしゃれな感じです。これはねテンション上がりますね、やっぱりね。美しい。おー、モータースポーツっていう感じですね。楽しみですね。はい、でこの上がですねレセプションとなりますので、チェックイン手続きね行っていきたいなというふうに思いますけれども、はい、レイ君がとことこ歩いております。はい、こちらがね、レセプションですね。で左手が、あ、カフェはね、終わってしまってますね。レイ君終わっちゃったね。はい。で、こちらがですね、各国のね、サーキットコースの形の模型をね、組み合わせたオブジェとなってますけど、はい。残念ながら終わってしまっておりました、こちらがね。まあ、明日ね、ちょっと覗きたいなというふうに思います。はい、ここら辺のね電気で走る EV クラシックなんかも売り物89万8000円。そしてねレイ君が乗れそうなサイズの、車もねこれなんか売り物みたいでですね、お子様の電動化59800円。いやめっちゃ立派。はい、とりあえずねこれからチェックイン手続きを行ってお部屋の方にね向かっていきたいと思います。はい、こちらのね方がラウンジでございまして、クラブラウンジではなくてねロビーラウンジのレストランですね。でこの左奥の方がですね、イタリアンのね、レストランで朝食会場にもなっているところでございます。今日はね、サーキット側のビューなんですけど、富士山ね、ちょっと曇ってしまってますね。今日ね、夜から天気が下り坂なので、ちょっと明日はね、見えるかなという感じですね。はい、エレベーターホール手前にはね、こういった車のパーツございますね。もうレイ君がめっちゃハマってますね。
ということで、お部屋の方にね、向かっていきたいなというふうに思います。ルーフトップバーがあって、客室はね、4階から8階という感じですね。はい、エレベーター乗っていきましょう。はい、まあ、こんな感じのね、エレベーターとなってます。かざしていただいてね、本日は7階のお部屋にアサインいただいております。1階にはですね、ボールルームとかミーティングルームもあって、2階がね、ウェルネスだったりとかスパという感じですね。はい、では7階の方にね、到着いたしましたけど、比較的ちょっとね、暗めな感じですかね。はい、まあ、でも廊下の絨毯もかなりね、いい感じで、あ、結構ね、ほんのり暗い感じしますね。本日はね、717号室となっております。ということで、本日はこちらの717号室ですね。はい。ここのシフトレバーになっててね、かわいいですね。ということで、じゃあね、お部屋、中見ていきたいと思います。おぉ。1号。レイ君は1号に反応ですね。はい。まあ、ちょっとね、なんかこう、ぐわーっと見て。いやー、すごい。そしてね、サーキットビューですよ。はい。こんな感じのサーキットビューで、浴室とかですね。はい。ということで、ちょっとね、玄関の方に戻って、全体ね、見ていきたいなというふうに思います。はい。はい。ではね、まず玄関ですけど、めちゃめちゃね、広いですね。本当にね、重厚感がある扉でございます。本日はですね、エレベーターホール出てですね、こちらの中ほどのこちらのお部屋となっております。同じぐらいのお部屋の広さが2つぐらいあるのかな。ここもお部屋なのかな。はい、いい感じですね。で、入っていただいて、電気のマスターであったりとか、プライバシーメイクアップのボタンがね、ございます。はい。そして入って右手が洗面台。正面がですね、はい、リビングという感じになってます。まずね、リビング行っちゃいましょうかね。はい。ここはコネクティングできる感じですね。はい。そしてこちらが、お手洗い。はい。ございます。お手洗い、広い。そして洗面台もね、このようにあるという感じですね。はい。ウォシュレットは自動でね、開くタイプではないですけど、ウッド調で、なんかエンジ色のね、あの壁紙が利用されてて、非常に落ち着きのある、なんだろう、高貴な感じのね、トイレという感じがしますね。はい。で、こちらのね、リビングでございます。おぉ、めちゃめちゃ広い。このね、レーシング感があるね、この絵がまたいいですね。写真なのかな？いやー、すごいいいです。ソファーの感じと、もうレイ君がめちゃめちゃね、フィットしてますけど、はい、落ち着きのあるね、リビングでございます。そして、ウェルカムアメニティということで、レターもね、このようにいただいております。そして、いちごと、下チョコレート。あ、めちゃめちゃかわいい。これね、まずいちご。そして、チョコレート。見てください。めっちゃかわいいね、レイ君。へへへって。はい。という感じです。で、こちらですね、レストランのご案内であったりとか、はい、ジム、レーシングシミュレーター等の、ご案内がございます。そして、はい、テレビですね。75とかありますかね？めっちゃでかい。はい。このね、壁紙なんかも富士山と、はい、富士スピードウェイという感じですね。はい。そしてこれがね、ミニバーのコーナーとなってまして、車関連のね、はい、本となってます。はい。すごい。バックトゥーザフューチャーの車みたいな感じですね。はい。こういったね、ジャック・ダニエルとかミニバーのね、お酒があります。いい感じでね。で、このね、レザー調でね、ところどころこだわりがね、感じられますね。で、ウッドのね、この車のおもちゃと、これはもうね、くっつけられてますね。そして、写真ですね。で、ネスプレッソマシーンと、お水がね、3本ございます。これなんだろう、おやつだ。きな粉とか書いてあります。これ。はい。ホロリン、きな粉、戸田塩、きな粉。何ですかね、これ。焼き菓子。へぇ、かわいい。そして、お茶でございます。マルシチ製茶。
深蒸し茶、そしてキレイ茶、どういう感じなんですかね、お茶の入れ方までね書いてあります。でこちらのね、おお、急須がめちゃめちゃずっしり重い感じですね。はい、そして湯飲み茶碗ですね、いい感じです。でここにね電話機などもございます。でこの下の方にはですね冷蔵庫ですね、おお、みっちり入ってます。はい、手作りスモークチーズとか、これなんだろう、あ、ピクルスかな、オリーブか、オリーブの塩漬けで、抹茶のチョコとかビールとか、十分なね量ありますね。はい、で左手が電気ケトルとアイスペールですね。そしてワインと、はい、お菓子、これはねメインバーこちらにございますので、料金をねご確認していただければなというふうに思います。はい、まあこういったチョコバーだったりとか、普通にねシンプルですけど、フォークとかねお皿があるのは嬉しいですね。はい、で、この上がですね、おネスプレッソマシンのポーション、3種類2個ずつで計6個ですね。でエスプレッソのコーヒーカップとティーカップという感じです。はい、で紅茶の方がですねロンネフェルトございます。いいですね。はい、そして、こちらアルコールのね消毒ペーパーとコースターがまたおしゃれ、いいですね。レイ君、コースタータイヤになってる、コースターがタイヤになってる。はい、これめっちゃ可愛いですね。でワインオープナーだったりマドラーとかねございます。グラス類、はあ、すごいですね、めちゃめちゃすごい。でここら辺のねソファーなんかもスエード生地でね、非常に触り心地がめっちゃいいんですよ。でこんなテーブルもあってね、 お酒だったりコーヒー飲みながらコースね見ていただいて、明日楽しみだな。明日19日なんかねイベントがあるみたいなので、壮行会とかねちょっと見れればなと思いますけど。はい、でこのワイドなねソファーの脇にはですねコンセントが2箇所ございます。これは非常にね使い勝手いいんじゃないかなと思いますね。はい、テーブルもねめっちゃ広くていいですね。はい、でこの奥がですね主寝室なんですけど、リビングとね主寝室、はい、このようにね交じっていただくことが可能です。もちろんねこちら側の方にも、はい、扉がございます。こちらです。はい、ではね主寝室の方です。はい、テレビね同じような感じのね大きさがありますけど、ちょっとねテレビの音はね消しておきたいなと思います。でコンセントですね、はい、外国の方も大丈夫、2箇所コンセントがあって、 USB-A と USB-C、 そして HDMI のねコネクタがございます。はい、そしてこのソファーの前に、ソファーの前にじゃないな、ベッドの前にソファーがあるの、これ意外とないですけど、これめっちゃいいと思いますよ。はい、ね、ここに座りながらテレビ見ることもできますし、ベッドに寝っ転がりながらね見ていただくこともできます。はい、ででっかい空気清浄機と荷物置く台があったりとか、でお風呂とかねこんな感じですけど、間仕切っていただくことは当然ねできます。目隠しは可能です。でエアコンのパネルですね。はい、でベッドサイドですね、はい、このように電話機と、はい、各種ねカーテンとかのスイッチが、トグルスイッチ、これねめちゃめちゃ好きなんです。私バイクのね乗ってましたけど、実際ね私富士スピードウェイのねライセンスもね持ってたんですけど、バイクでね持っておりました。はい、コンセントが、2箇所と USB-A ですね。でこのトグルスイッチがめっちゃいい、好きです。パチパチってねバイクにもねやってましたね。ここは特に開かない感じですかね。はい、で左側もね多分同じような感じでしょうけど、はい、トグルスイッチの、はい、コントローラーがあって、 USB-A とコンセントが2箇所、そして Bluetooth のねスピーカーと時計、ここら辺のねベッドパネルのこのレーザー調のやつもいいですね。でこっちはね深緑で、非常に落ち着きのあるね空間をね作ってるかなと思います。で結構ね扉とか天井も高くて、やっぱりね開放的、最高です。はい、でこの奥からですね水回りの方に行っていただくことができます。当然ね
交じ切っていただくことは可能です。はい。で、こちらですね。お、2個目のね、お手洗い。これも同じようなテイストでございますけど、園児のね、壁紙。まあ、深い園児と深緑のね、落ち着きのある壁紙が利用されてて非常にいいですね。はい。で、洗面台。はい、こちらですね。ミキモトコスメティック製のハンドソープですけど、富士スピードウェイホテルということで、ロゴがね、入っております。はい。タオルですけど、これは台なだけですかね。あ、なんか入ってんのかなと思いましたけど、これも下のね、台もレザーのやつでいいですね。で、コンセントが2箇所。そしてね、ロールスクリーンが、こちらのコントローラーがございますという感じです。で、バスルームのね、調光も調整していただくことが可能です。ここもなんかつけられるのかな？ね、そんな感じしません？バスルーム。ちょっと違うな。ほう。落ち着きのある感じになりました。はい。で、こちらかな？これつく、お、つきました。こんな感じでめっちゃ明るい。こっちにもね、コンセントがあって、ハンドソープがあって、まあ、洗面台はね、2台ございます。で、こちらがバスソルト？あ、バスバッグ。そのままね、放り込むやつですね。いいですね。飲み物ではありません。ということで、はい。アロマございます。これもちょっと使ってみたいですね。静岡茶をね、使ってるみたいですね。はい。で、アメニティ類、ここ。はい。歯ブラシとかね、ヘアブラシとか、ブラシ。で、髭剃りとか、シャワーキャップとか、ハンドバンド、ヘッドバンドか。はい。ございますね。で、コットン類とか、あ、もう女性用のですね、この、ボディートリートメントがあったりとか、はい。ミキモトコスメティック製のメイク落とし洗顔フォームローション、保湿クリーナー、保湿クリームなどがございます。いや、非常に綺麗ですね。なんかこれもすごくこだわりがある感じですね。なんかプラモデルのね、ハマってる感ありますね。そういう感じなのかな。はい。ここら辺は開かないのかな？お、ここが開いた。何も入ってない。はい。で、ゴミ箱だったりとか、はい、体重計。そして、こちらにドライヤーがあって、マグネット製ですね。このね、入れ物もレザー調で滑らないやつですね。あ、すごい。ツヤ消しのブラックでめっちゃおしゃれ。めちゃめちゃいい。これ、使ったことないですね、マグネット。ご存知ですか？ちょっと私ね、使ったことないかもしれない。ということで、ちょっと、横着して、つけてみたいなと思いますけど、ああ、十分十分。パワフルです。何よりね、触り心地がいいので、もう自分のものじゃないですけど、保有欲かきたてられますね。はい。そしてこちらがね、バスルームとなってます。いやー、いいですよ。ここね、景色だったり、テレビ見ながら入っていただくことも可能ですし、当然ね、先ほどお伝えした通り、交じ切っていただくことも可能です。そしてね、高い打点からのレインシャワー、ハンドシャワー。そしてこちらがですね、はい。なんだろう。ワファイトって言うんですか？ワフィト。ちょっと読めないですけど、それ付けのシャンプーだったり、コンディショナー、ボディウォッシュがございます。これもね、ツヤ消しで触り心地いいですね。で、まあね、水の水圧なんかはね、問題ないと思いますけど、これね、奥に回していただくとレインシャワー、下に回していただくとハンドシャワーとなってまして、はい。まあ、威力十分。はい。足が濡れちゃう前に脱出したいと思います。危ない。はい。こんな感じでございます。いやー、広い。で、ここもね、交じ切っていただくこと可能ですけど、玄関の方にね、繋がる前に収納スペースがございます。もうね、めっちゃ置いてありますけど、はい、このように、いいですね。セーフティーボックス、セキュリティボックスがあって、サンダル。まあ、これでね、温泉とか移動していただくことできるんでしょうかね。なんかね、足袋みたいなのも準備されてます。すごい。そして、小さいね。まあ、レイ君にはちょっと大きいんですけど、子供用のスリッパなども置いてございます。で、アイロン台と、この、なんかサムエみたいな感じ。そして、ちょっとしたバッグ。これめっちゃ可愛いですね。富士スピードウェイホテルというふうにちゃんとね、書かれております。まあ、荷物置く台なんかもめちゃめちゃね、広いですね。そして、アイロンがあったりとか、この上は、あ、これルームウェアのサムエみたいな浴衣みたいな、ね、シックな感じでいいですね。高級感あります。そして、はい、シューブラシとか、
はい、靴べら。そして、富士スピードウェイホテルということで、はい、ふわふわのね、いい感じですけど、スリッパが置いてございます。あとはね、こういったランドリー系の袋がございますね。この下は、これは空ですね。はい、ということで、いやー、めちゃめちゃ広い。本日はですね、お、バスローブ、忘れてました。あ、これはね、クマのぬいぐるみみたいなふわふわなね、バスローブとなってまして、ごわごわ水をめっちゃ吸う感じのバスローブよりは、ちょっとね、水弾くけど、肌に優しい感じのバスローブとなってます。ちゃんとね、富士スピードウェイホテルということで刺繍がされております。はい。ということで、本日はこちらのですね、ボトムのね、お部屋で撮っていたにもかかわらず、ボトムちょっと上かな。キングツインとあって、その上にですね、富士山ビューキングとか、サーキットビューキングっていうのがあったりするんですけど、今回はサーキットビューキングを撮っていて、まあ、ボトムより一つ上かな。はい。お部屋を撮っていて、こちらのサーキットビューグランプリスイートキング。いやー、最高です。というお部屋にね、アップグレードいただきまして、朝いただきました。本日はこちらでね、ゆっくりさせていただきたいと思います。もうだいぶね、日も暮れてきまして、また雰囲気がね、ちょっと変わってきますね。はい。ということで、本日はこちらでゆっくりさせていただきたいと思います。いかがでしょうか？はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい。速度出ました。ダウンロード、下りが 29.16Mbps、アップロード、上りが 31.50Mbps となってまして、まあ、普段使いでも問題ないですし、おそらくライブとかでもね、まあまあ、安定してるのかなっていう感じはしますね。はい。ということで、本日はですね、ようやく遅ればせながらですね、チェックインさせていただきました。こちら。富士スピードウェイホテルさんの方にお邪魔させていただいております。いやー、もう、楽しいんですよ。レイ君どう？ここのホテル。いい？お部屋は？いいですか？はい。こんな感じの反応ですけど、まあ、レイ君はね、早く、このイチゴとね、チョコレートを食べたいみたいなんで、ね、ちょっとね、早めにこれ動画撮りたいなっていうふうに思います。まあ、まずね、お邪魔させていただいてですね、こちらの、はい、お名前宛てでですね、ウェルカムメッセージいただいております。ありがとうございます。この度は富士スピードウェイホテルにご宿泊いただき誠にありがとうございます。ごゆっくりおくつろぎいただきますよう、ご宿泊中に私どもで何かお手伝いできることございましたら、どうぞお気軽にお申し付けいただけますと幸いに存じますと、ごゆっくりお過ごしくださいということで、総支配人からね、レターがございます。で、こちらですね、チェックインの時にもね、ご案内していただいたんですけれども、レストランですね。イタリアンのレストランが朝食7時から10時半で、まあ基本的には席でね、10時半っていう感じですね。で、ランチが11時半から14時、ディナーが17時半から22時、アラカルト10時半から22時、自由に頼んでいただくことができます。で、ラウンジのところですね、こちらの方は7時から22時となっております。まあラウンジって言うクラブラウンジっていうラウンジではございません。はい。で、ロバタのね、大山っていうんですか、お山、17時から22時となってます。これ鉄板焼きとかなんですかね。バーの4563。この4563はですね、富士スピードウェイの一周のね、外周の、メートル数4563ということで、あとね、ちょっと行ってみたいなと思いますけど、営業時間18時から24時半となってます。ラストオーダーは22時と。いう感じですね。ルームサービスは7時から22時半頼めますということで。で、温泉はね、2階にございます。営業時間6時から24時で、混雑時はお待ちいただく場合があります。おむつ着用のお子様はご利用できません。6歳以下のお子様のみ、混浴可能です。15歳以下のお子様は保護者同伴にてご利用いただきますとかね。11歳以下のお子様はサウナをご利用できませんとかね。サウナもあるんですね。後でね、ちょっとこれも覗いていきたいなと思います。はい。で、12歳以上、15歳のお子様までは、保護者同伴でサウナご利用していただきます、みたいな感じですね。あとはトリートメント10時から22時やってますよとか、ジムに関しましては、ご利用時間がね、16歳以上は24時間、15歳以下は9時から18時までで、貸し出しもね、あるみたい、ウェアシューズの無料レンタルがございます。靴下はね、ご自身でご用意くださいと。お子様のご利用4歳以下、使うのかな ?4 歳以下も、一応、保護者同伴で見学のみ可能です。5歳から15歳のお子様は保護者同伴でご利用いただきますとかね。で、レーシングシミュレーター、ジムの中に、レーシングシミュレーターがありまして、利用時間16歳以上が7時から20
24時、15歳以下が9時から18時となってまして、身長130センチ以上のお客様よりご利用いただけます。レイ君残念。混雑時には1室1枠30分限りとさせていただきます。ご利用が無料、事前のご予約をお勧めいたします。あとでね、ちょっと行ってみたいなというふうに思いますね。プールに関しましては、ご利用時間16歳以上6時から21時で、受付がね、20時半が最終となってまして、15歳以下は9時から18時までとなってます。人数制限をしてますので、ご利用前に客室のお電話から、大三河ウェルネス&スパへご確認ください。スパの方にね、電話して確認してくださいという感じですね。で、貸し出し、ゴーグルキャップの無料レンタルがございます。水着の貸し出しは行っておりません。お子様のご利用につきましては、おむつが取れてないお子様は入水不可ですが、保護者同伴にてプールサイドのみのご入場はいただくことができます。15歳以下のお子様は保護者同伴にてご利用いただけますということで、きっちりね、わかりやすく明確に書いてありますので、これはね、安心ですね。レーシングシミュレーターとかちょっとね、やってみたいなと思いますけど、レイ君連れてったらちょっとレイ君もやりたいってなっちゃうので困っちゃいますもんね。はい。ということで、本日はね、先ほどお部屋のね、ルームツアー中にもお話しさせていただいた通りですね、サーキットビューキングっていうね、お部屋を取らせていただいたんですけども、ボトムより一つ上のカテゴリーのね、お部屋となってますが、今回はですね、誕生日月っていうこともきっとあるんだと思いますし、グローバリストのね、効果もあってですね、スタンダードスイートであります、こちらのサーキットビューグランプリスイートキングというお部屋にアサインいただくことができました。本当はね、一泊の予定だったんですけど、二泊ね、させていただく予定で、本日は先ほど申し上げたサーキットビュー、キングっていうお部屋を取ってて、翌日明日はですね、キング、要はボトムのお部屋ですね、取らせていただいたんですが、両方ともこのお部屋でね、2連泊させていただくことができました。本当にありがとうございます。もうグローバリスト様々なのか、誕生日月様々なのかっていうところでございます。はい。なので、待ちに待ったこのね、レイ君食べたいよね。食べたがってるんで、いちごはね、5個ありますね。で、このチョコがね、ほんとめちゃめちゃ可愛いんですよ。これね、いただいていきたいと思います。で、レイ君どっちから食べる？チョコ？どっち？これ？富士山のチョコ。ほら、富士山のチョコ。めっちゃ可愛い。富士山のチョコがいい。富士山のチョコがいい。で、これが、扇のね、チョコでございます。はい。そして、これ、なんだろう、ボタンかな？なんかお花？はい。こんな感じの、なってます。どっちがいい？富士山？富士山。富士山。はい。うま？どうですか？どうですか？おいしいいただきました。はい。ということで、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、またね、ちょっと館内散策していきたいなというふうに思いますけど、もうね、今ね、ゆっくりしてたら6時回ってます。もう真っ暗になりましたね。今日はね、早めに1回来たんですけど、お部屋には入っておらず、ハンバーグのね、爽やかっていうお店の方にね、行ってきましたので、ちょっとね、遅くなりました。2連泊なんでね、ゆっくりできるかなと思って、対応させていただきました。はい。爽やかにつきましても、本当にね、美味しかったですし、すごくパフォーマンスね、スタッフの方の対応が良かったなと思います。今のところね、こちらの富士スピードウェイホテルさんも、当然ね、それを抜いてくるぐらいのスタッフのね、歓迎の良さという感じです。で、先ほどね、ちょっと写真を撮ってたところですね、なんかね、私のことをね、ありがたいお話で存じ上げていただいてたみたいでですね、ご紹介いただきいてる方ですよね、ということで、本当に光栄ですみたいな、いやいや、こちらが別荘もありません、光栄でございますみたいな感じだったんですけど、本当にね、非常に嬉しい限りだなっていうふうに思います。ということで、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、またね、ちょっと館内散策だったり、温泉はね、ちょっとさすがに取れませんし、もう18時回りましたんで、レイ君連れてプール入ることもできませんので、明日プールとかね、入っていこうかなというふうに思いますけど、ちょっとね、どうしようかなっていう、まだ未定ではありますけど、ゆっくりさせていただきたいと思います。はい。そしてですね、テレビメニューの方ですけど、こういったね、ゲストサービスがあったりとか、施設情報とかね、見ていただくことができます。一応ね、体験とかアクティビティのところにですね、このようにね、体験走行とかカート体験、そしてミュージアムヨガ、かなりね、期間限定、この近くのね、日程だと2月11日、2月25日という形でですね、しょっちゅうやってるわけじゃなさそうですけど、こんなこともね、できるという感じです。そして温泉とかありますけど、こちらの富士モータースポーツミュージアムにつきましては、大人がね、1300円、中高生650円、小学生が450円と、併流料金帯となっております。はい。あとはですね、
飲食関係でしたかね。まあ、ドッグランとかね、この宴会会議室とかもあったりするんですけど、あれかな。はい。レストランバーとありまして、はい。まあ、こんなね、レストランがあったりしますけど、ルームサービスメニューでですね、はい。オールデイダイニングとかで、まあ、シーザーサラダとかね、まあ、大体このぐらいのね、料金帯という感じですね。パスタとか、ピッツァなどもございます。これはね、嬉しいですね。コンフォードフードとか、メインディッシュとかですね。まあ、こんな感じでございます。はい。これがね、22時まで頼んでいただくことがね、できますので、ご利用してみてはいかがでしょうか。はい。こんな感じでですね、館内着もありました。浴衣とはね、別にこういった館内着があるので、スリッパ履いてですね、温泉だったりとか、ジムだったり行くことは可能です。これレストランとね、バー以外はこの館内着で移動していただくことがね、OK となりますので、まあこれ着てですね、とりあえずこれからね、レイ君と温泉の方入っていこうかなと思います。行ってまいります。おっきいお風呂。はい、今ね、温泉の方入ってですね、お部屋の方に戻ってきました。温泉出た後にはですね、牛乳だったりコーヒー牛乳もね、待ってて最高でしたね。はい。で、温泉につきましてはですね、まあ、匂いとかね、特にはなくてですね、まあ、さらっとしてる感じなんですけど、肌がね、入った後は、なんか、ツルツルにね、なる感じの温泉でございました。で、なんかね、露天風呂があったみたいなんですけど、私ね、気づかなくてですね、ドライサウナと水風呂と、シャワーとね、内風呂という感じで楽しんできたんですけど、まあ、明日明るい時間にまたね、ちょっと露天風呂、行ってこようかなというふうに思います。で、これからですね、プールの、撮影ね、許可いただきましたので、一応21時までなんですけど、21時回った後にですね、これからお伺いさせていただいて、誰もいらっしゃらないプールをね、ちょっと撮影させていただきたいなというふうに思いますんで、これからね、向かっていきたいと思います。はい、ということですね。これから撮影の方ね、向かっていきたいなと思います。やっぱ暗いですよね。向かっていきます。こちらね、通路抜けてプールの方ね、向かっていきます。こんばんは、717島田です。よろしくお願いします。すいませんね、もうクローズ、すいません、失礼します。ありがとうございます。はい、ということでご対応いただいております。本当にね、ありがたい話ですよ。お、プールということで、すごいですね、扉。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあもう直でこっちですか。はい、大丈夫です。はい、お帰りの際ですね。はい、手をかざしていただくと開きますので。あ、しました。はい、はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでプールね、入らせていただきました。いやー、めちゃめちゃいい感じですね。まあ、こんな感じでね、ジャグジーもあってかなり、いい感じでございます。いや、この貸し切りでね、撮らせていただけるなんて本当にね、ありがたいですね。はい、外はですね、なんかあれですね、お食事とかされてる方いらっしゃる感じですね。なんだろう、外は外でこれ開けられるのかな。ちょっと出れなそうです。明日ね、明るい時に見たいと思いますけど、まあ、プールはね、ほんとこんな感じで、かなり落ち着いた感じですね。はい、そしてこういったね、お子様用のビート板だったりとか、腕にねつける、はい、なんていうんですか、浮き輪みたいのがあったりとかしますので、非常にね、安心してご利用いただけるんじゃないかなというふうに思います。そしてジャグジーですね。はい、かなりおしゃれな感じです。いかがでしょうか。ここら辺シャワーブースですね。はい、こんな感じでございます。いやー、最高。いかがでしょうか。はい、ということでね、撮らせていただきました。本当にね、ありがとうございます。全然開かないね、入った。はい、そしてね、ジムの方ですね。
入っていきたいと思います。はい、ジムね、こんな感じのマシンとなっております。結構充実してますね、やっぱりね。はい、めちゃめちゃいい感じでございます。いかがでしょうか。で、この奥にですね、あのようにシミュレーターがあってですね、明日ね、予約しておりますので、これをね、ちょっと使っていきたいなというふうに思います。いやー、めっちゃおしゃれですね。はい、そしてね、温泉とかですね、ジムの終わった後にですね、こういったね、飲み物を提供していただいてますので、こちらね、22時まで、提供されてるそうなんですけど、柚子が香るフレーバーティーとかですね。はい。そしてこちらの足元の方には、牛乳とコーヒー牛乳ございます。これ嬉しいですね。コーヒー牛乳1本いただいていきたいなと思います。はい。で、お風呂の元みたいなね、バスバッグ。お部屋に置いてあるものが、2000円でね、売っております。6パックで2000円という感じですね。じゃあね、こちら、コーヒー牛乳。めっちゃ嬉しいですね。いただきます。うま。めっちゃうまい。はい、こちらもね、富士スピードウェイのね、コースが飾ってありますね。ところどころね、もうこれがトレードマークみたいな感じになってます。はい。ということでですね、今撮影させていただいてお部屋の方にね、戻ってまいりました。いや、本当にね、ありがたいです。明日はですね、なんとね、スタンダードのお部屋とデラックスルームですね、サーキット側と富士山側の、お部屋。まあ、スタンダードをサーキット側、デラックスのお部屋を富士山ビューの方でですね、ショールームさせていただけるということなので、またね、どんなお部屋なのかっていうのをちょっとね、写真だったりとか、動画でね、収めていきたいなというふうに思います。本当にね、至れり尽くせりでありがとうございます。いやー、初日ね、あっという間に過ぎました。まあちょっとね、爽やかでね、ハンバーグ食べるのに時間をね、だいぶ費やしましたけど、まあ明日はね、特段出かける予定ないので、ミュージアムだったり、プールだったりとか、まあちょっとね、満喫していきたいなというふうに思います。明日ね、レーシングのね、シミュレーションなども予約取ってありますんで、そちらの方も動画を収めていきたいなというふうに思います。で、本日はね、また22時半からライブお届けさせていただく予定ですので、そちらのアーカイブにつきましてはね、上の方にリンク貼っておきますんで、よかったらそちらね、見ていただければなというふうに思います。ということで、また明日の朝ね、朝食でお会いできればと思います。おやすみなさい。はい、おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。ベッドもね、程よく固めでね、いい感じです。で、今ね、朝、温泉入ってきまして、露天風呂もね、リベンジできました。今日はね、ちょっとあいにくの雨なんですけれども、なんかね、一応ね、イベントがあるそうなんですけどね、始まる気配が特にないんですよね。はい、外はね、まあこんな感じで、あいにくのお天気でございます。とりあえずね、これから朝食の方、食べに行こうかなというふうに思います。はい、朝食につきましてはですね、こちらのね、ビュッフェスタイル、まあ、卵料理をね、持ってきてもらう、まあ、洋セットって言ったらいいんですかね、みたいなのと、和朝食でですね、まあ、ご飯とかですね、味噌汁は結局ビュッフェ代でね、取ってくる感じなので、セミビュッフェみたいな感じとね、思っていただければいいのかなと思います。昨日ね、ライブの方でも視聴者さんにこのとろろのね、長寿屋さんのとろろがね、おすすめということだったので、オーダーさせていただきました。はい、こちらね、レイ君が食べれそうなカリカリベーコン、キノコ、ソーセージ等をね、持ってきました。そしてね、子供用のカトラリーがですね、カーズ。やっぱりね、サーキットっていうこともあって、マックインですね。いいですね。レイ君もお喜びです。
はい、ということでですね、和食膳が来ました。めちゃめちゃね、美味しそうです。これがね、長寿屋のとろろという感じですね。はい、ご飯とね、味噌汁はビュッフェということだったので、間違ってね、ご飯持ってきちゃいましたけど、ご飯と味噌汁はね、こっちになりましたね。はい、まあ、こんな感じでございます。いただいていきましょう。そしてね、ビュッフェ台の方にはこういったね、ハムだったり生ハムだったり、まあ、たくあんとかね、はい、明太子とか、あとなんかね、漬けみたいな、これね、なんかお茶漬けみたいにするのかなっていう感じのね、アイテムがありました。もうすごいね、ご飯が進みそうな感じですね。はい、そしてレッグ用のね、フルーツなどもてんこ盛りでね、持ってきております。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。いやー、いいですね、卵焼き。うん、ま、はい、長寿屋のね、とろろこんな感じでございます。はい、それじゃあね、とろろいただいてみたいと思います。すごいね、滑らか、きめ細かい感じですね。うん、美味しい。醤油とか入れなくてもそのまま、なんか味が濃いです、この芋のね。うん、うまい。はい、こちらがですね、18時開業のバーですね。はい、2階にはですね、ベビールームでですね、おむつ替えたりとかね、授乳できたりするお部屋などもございます。綺麗ですね。はい、そしてね、富士スピードウェイホテルのプレートがね、貼ってあるエンジンなども置いてありますね。はい、でこちらのね、ファンテラスがね、10時から17時ということで、まあ、こちらがね、サーキットを見ながらですね、グッズをね、購入していただいたりとか、まあ、カフェでね、お茶を飲んでいただくとか、そんなことができるお店となっております。はい、こちらがね、ファンテラスで、まあ、外もね、お茶できるんですけど、室内でもね、このようにサーキットを見ながらお茶していただくことがね、できます。はい、そしてね、あいにくの天気ですが、まあ、このようにね、テラス席もございます。奥にはね、結構広いベンチなどもね、ございますね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。明日の朝食も和食にしようかなっていう感じですね。で、今ね、まあ、普通乗用車ではなく、ちょっとね、ミニカーっぽい感じのね、車がですね、これから始めるっていう感じで、なんか予選会みたいな、軽く鳴らし走行みたいなね、やっておりました。まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいてですね、まあ、これから、レイ君とね、プールだったりとか、ちょっとね、遊びに行こうかなというふうに思いますので、ね、レイ君あってるプール行こうね。はい、なんでとか言われてます、行きたがってるんですけど、ゆっくりさせていただこうかなと思います。ということで、またね、次プールでお会いしましょう。はい、じゃあね、これからプール向かうんですけど、その前にですね、ショールームのね、お願いをさせていただいてますので、一回ね、受付の方に行ってですね、ショールーム2部屋ぐらいね、見させていただく予定で、まあ、午前中雨だったんですけどね、雨も止んでですね、雲の流れがあるんで、ひょっとすると富士山もね、見ていただくことができるかもしれないんでね、楽しみです。ということで、ちょっとね、お部屋の方を見ていきたいと思います。行ってまいります。はい、すいません、こちらがですね、スタンダードのキングのお部屋ですかね、にちょっとね、ショールームということで中見させていただきたいと思います。お忙しいところありがとうございます。はい、まあ、これコネクティングね、できる扉があったりとか、まあ、十分広さ的にはね、十分な広さじゃないかなと思います。サーキットもね、見ていただくことできますけど、スタンダードで何平米ぐらいあるんでしたっけ。40平米ぐらい
はい、まあ、ここちょうど味切りができてて、開けておけばね、広く見ていただける作りになっているので、非常にいいんじゃないかなと思います。まあ、アメニティ類は基本的にね、一緒という感じです。まあ、こんな感じのお部屋なので、まあ、ご参考にね、していただければと思います。テーブルとかめっちゃ広いですね。使いやすそうですね。はい、こちらね、お部屋の前にですね、車、ミニカーが、ね、置いてあるの、これ清掃中のね、合図だそうです。それでこちらのですね、富士山ビューのデラックスルームご案内いただいております。まあ、洗面台とかね、まあ、こんな感じ広いですね。こちらはスタンダードより、15平米ぐらい広い、55平米ね、あるそうです。まあ、かなり広くなりますね。はい、でスタンダードより広くて、こちら今度ねツインタイプのお部屋ですね。はい、こんな感じで、いや、これはデラックスでめっちゃ広いですね。はい、テレビも、今私がね泊まってる、グランプリスイートと同じサイズのテレビが使われてるんじゃないでしょうか。はい、ね、コーナーソファーがあって、絵もねあって、はい、富士山は残念ながらちょっと曇っておりますけど、はい、こんな感じで、まあ、ちゃんとね、あのバルコニーもありますので、はい、ちょうど正面ね、ちょっと白飛びしちゃってますけど、はい、ここですね。ちょっとね、ふもとが見ていただけますでしょうかね。まあ、こんな感じで、でも、あればね、ドーンとここら辺にこうね、出てくるので、これは結構大迫力じゃないかなと思います。まあ、ただね、言えることは、どちらのビューに撮っていただいても、レストランとかね、サーキット見ていただいたりとか、富士山も見ていただくことができるので、天気次第かなと思います。どちら撮っていただいても楽しんでいただけるんじゃないでしょうか。はい。ということでね、今、ショールームもさせていただきましたので、これからね、レイ君連れてプール向かっていきたいと思います。はい。日中のね、プールの方にやってまいりました。まあ、こんな感じでですね、はい。レイ君もキャップをかぶっております。キャップはね、必須になります。レイ君、青のはこっちにあるよ。はい、ということで今日はね、レイ君の浮き輪じゃなくこちらでね、お借りした浮き輪で行きたいと思います。じゃあレイ君、あっちの階段から入ろう。レイ君、こっちの階段。はい、ジャグジーもありまして、まあ、やっぱり明るい方がいい感じしますね。どうでしょうか。はい、まあ、こんな感じでね、非常にいいんじゃないかなと思います。じゃあね、ちょっと入っていきましょう。私もね、これ借りて、あ、ちょっとね、温かめのね、プールですね。はい、よかったです。じゃあ、入ってくる。はい、冷たい。そんな冷たくない。冷たいよ。はい、乗れない。はい、来てください。どうやって船を動かすの。はい、引っ張りまーす。バーバー。リン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 。おおおおおお。船が揺れます。揺れる揺れる。回りました。はい。で、昨日はね、夜暗かったんですけど、上の方がね、レストランっていう感じですね。はい、こんな感じのね、作りになってるんですね。はい、ということでね、ちょっとレイ君と泳いで、泳いだ後にですね、温泉の方にね、入っていきたいなというふうに思います。まあ、ちょっとね、ジャグジーもね、入ってみようかなと思いますね。はい、それではね、ジャグジーの方にね、入っていきたいなと思います。あったか、ブクブクブク。
食事はねこんな感じで、まあ当然あのこれは客はいらないんでね。じゃあ貸し切り状態最高ということで、まあちょっとねゆっくりして温泉入って、お部屋の方にね戻っていきたいなというふうに思います。まあちょっとね今デイ君がだいぶねイクラを食べたいと言っていて、お寿司をね食べたいって言ってるんで、本当はレストランでご飯も食べたいんですけど悩ましいところですね。まあちょっと外でね食べて戻ってきて、バーの方に、ね行こうかなっていう感じですかね。はい、ということで、まあ、ちょっとねプールと温泉ゆっくり遊んでいきたいと思います。はい、ということでねこちらのバーの方にね向かっていきたいと思います。はい、やっぱり夜はねまた雰囲気がいいですね。はい、エンジンですね。ということで中に入っていきたいと思います。はい、こちらのね車の中にはですね一つだけですね、まあ、現代にはないね車が置いてあるそうなので、ぜひね私は秒で最速でね見つけられたみたいですけど、ぜひね探してみていただければなと思います。はい、レックもね一応22時までだったらお子様連れ大丈夫ということで、はい、お、なんか出てくるかもよ、見てて見てて、ありがとう、ありがとう、ありがとうございます。はい、はい、ということで、レイ君にはですねこのリンゴジュースの方と、あとねなんかシグネチャーカクテルでですねこちらのねマティーニとですねこちらのなんかいただきましたので、はい、ありがとうございます。ということでねいただいていきたいと思います。じゃあねいただいていきたいと思います。はい、ということでね今いただいたねマティーニいただいていきたいと思います。これもかない、あ、めっちゃうまい、どこかうん、すごい酸味もあってね美味しい。はい、あとはねこちらの方いただいていきたいと思います。あ、これもね飲みやすいね、柑橘系で最近なんか今日はなんかパーティーがあるみたいでですね、あの外国籍の方がねめっちゃいらっしゃるんですけど、まあでもね賑やかな方がレイ君はね連れてきやすかったんでよかったかなと思います。もっとねあの暗くてしっとりしてるとちょっとね子供連れてくるのは抵抗あるんですけど、スタッフの方もねあのぜひお子さんもね連れてきてくださいみたいな感じでねおっしゃってましたので、はい、あの非常にね助かりました、ありがとうございます。まあ本当にねこの車の部分とかぜひね現代にはない車が1台だけね紛れ込んでますので、ぜひね探してみていただきたいなということと、もしねご存知の方いらっしゃればコメント欄にねお寄せいただければと思います。私は秒で分かったので最速でしたっていう感じでした、よかったです。じゃあねこれいただいて、お部屋の方にね戻っていきたいなというふうに思います。はい、先ほどはですね海外からねハイアットの特集でまあライターさんとかの集いがあったんで明るくしていただいてたんですけど、もともとはねこんぐらいの、しっぽりとしたね感じの暗さという感じですね。はい、ありがとうございますって感じですね。まあ、おかげで綺麗にね撮影できたかなと思います。はい、おはようございます。昨日はですねあとはだいぶゆっくりさせていただいてですね結局寝落ちしてしまいましたね。まあライブはねなんとか妻が起こしてくれたのでね遅刻して開催することができましたけど、そのままねゆっくりさせていただきました。やっぱりねホテル自体が非常に落ち着いてるんでかなりねゆっくりできますね。はい、今日はねこちらの浴衣を着ております。これからですね、今日はね、めちゃめちゃ天気いいんですけども、お風呂入って朝食食べてね、もうね、ドライビングシミュレーターやって、もうチェックアウトという感じでございますので、まあ、2日目っていうこともありますので、サクッとお届けしていきたいと思います。とりあえずね、お風呂入って、朝食食べに行きたいと思います。
はい、ということでですね、これから朝食食べに行こうと思います。このね、館内着とサンダルでですね、朝食に関しては行って OK ということでね、2日目にしてようやく確認してね行くことにしました。なので今日はね、せっかくなんでこの館内着で朝食をね食べに行こうかなと思います。あとね、まあテロップでも入れたと思いますけど、このサコッシュにつきましてもね、お持ち帰りいただくことはできるものとなってますので、結構ね使い勝手はいいんですけど、館内だとね OK がないんですよね、この館内着ね。ということで、これからね朝食会場向かっていきたいと思います。はい、今日はですね、温泉でもね富士山このようにね綺麗に見ていただくことができました。これはね今エレベーターホールから撮っております。朝食会場もね富士山見えるところだったらいいですね。はい、ということでね、富士山に望みながら今日朝食いただいていきたいと思います。昨日とね、ほぼ変わらないですけど、フルーツがね、ちょっと変わってますかね。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。はい、生卵をね、無事に発見しました。はい、そしてね、ちょっとした小皿とですね、まあ、たくあんとかね、漬けと明太子ですね、で、生卵でございます。はい、ということで、ね、いただいていきます。これもね、サクッと今日はね、ゆっくりして食べて、うん、うまっ。これ食べてですね、今日はドライビングシミュレーターがあるので、そのドライビングシミュレーター行ってまたね、温泉入ろうかなと思います。ということで、ゆっくり食べていきたいと思います。はい、ということで、ね、こちらの富士急レイホテルの、ね、名物でもありますドライブシミュレーターを、ね、これから使っていきたいと思います。今ね、入れ替わりで消毒していただいてます。レイコになりたい。まず高さ変えられてしまう。これはレイコテイコになってます。ボードの説明を変えるじゃあ、やはり右下のこのトヨタ。あ、トヨタね。はい。じゃあ、トヨタの、はい、はい、車を乗っていこうかな。もう、おすすめでお願いします。わかりました。速そうなやつお願いします。あ、いいですね。速いので、わかりました。あ、はい、こちらの方でカラーですとかデザインを、はい、いじれるんですね。で、はい、アクセプトのボタンを押していただくと、はい、こちらの方で運転の方法を変えることができます。はいはいはい。こちらゲーマーがですね、オートマの運転となっております、はい、で、こちらレーサーがマニュアルの運転となっております、はい、こちらどちらかお好きな方、じゃあレーサーでやってみましょう、はい、で、スタートを押していただくと画面が切り替わります、はい、そうしました、わかりました。じゃあこれでね、やっていきたいと思います。起動時に少し動きますので、ご注意ください、はい、この状態になりましたら、もう一度スタートを押していただくと新宿ができます、はい、あ、こっちか、上だけだよ、あ、こっちか、はい、はい、こちらの車、パドルシフトの車となっております。パドルシフトの車、あ、了解です。はい、今こちらの液晶の方でですね、はい、ギアが、はい、表示されます、はい、あと速度です、はい、スタートするには一速に入れていただいてアクセルを踏んでいただきます。コースを外れてしまうとラップカウントがなしになってしまう。最初タイヤの場合、こちらにスタートを押していただければ、はい、スタートの画面に戻りました。エグジットのボタンを押していただくと最初にゲーマーとレーサーの変えたりとか説明バッグがあるのはごゆっくりお待ちしております。シミュレーター行ってきてですね、楽しかったですね、まあ、朝食からシミュレーター行って温泉行って今お部屋の方にね戻ってきました。もう身支度をしてですね、これからねハイアットリージェンシー箱根さんの方に向かっていきたいなというふうに思っております。いや、掃除でですね、初めてねこちらの富士スピードウェイホテルさんお邪魔させていただきましたけど、めちゃめちゃ最高、本当にねゆっくりできますし、なんかねチェックアウトするのが本当に後ろが引かれる思いでね、
チェックアウトするような感じでございます。レイ君、富士スピードウェイホテル、ここの大きいお家どうだった？よかった？何が楽しかった？レーシングカーが良かった。レーシングカー2個、まあ、走ってたね。今も走ってるもんね。はい、まあ、こんな感じでですね、まあ、小さいお子様もね、やっぱり富士山もいいんですけど、やっぱりレーシングカーが走ってたりとか、まあ、やっぱり楽しいですよね。で、食器なんかもね、カーズのマックリーンのね、ものを使ってたりとか、やっぱりレースでね、あのお子様連れでも非常にいいね、楽しめるホテルじゃないかなっていうふうに思いましたので、まあカップルでも男同士でもですね、女性の方同士でも、まあまあ、ネックとしてはですね、やっぱり交通の便だけかなというふうに思いましたね。まあ、それ以外クリアできれば本当にね、ゆっくりできるいいホテルでございます。もうご飯も美味しいですしね、温泉で本当にゆっくりできますし、もう館内着でねずっと入れるのがもう何より本当に楽で、朝食もね、館内着で移動することもできるし、こちらのねサコッシュ、館内着についてるサコッシュがお持ち帰りいただくことができるという形でございます。これがね、結構館内着ポッケないんでね、非常に便利でしたね。はい、ということで本当にね、いいステイとなりました。またね、お気に入りのホテルが増えたなというふうに思いますんで、またレイ君がね、レースとかまだ好きなうちにね、また再訪したいなというふうに思いました。はい、ということでね、今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方はぜひね、高評価ボタンとコメントを気軽に残しておいていただけると嬉しいです。概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram やってまして、 URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではこういったね、ホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないように、ぜひチャンネル登録とベルマークのね、こっちかな、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。